我らの気が変わる前に既成事実を作っておこうと、そういうことでしょうね、これは。多分そうだろうね。組みしやすそうだったけど、案外抜け目がないな、炎章さん。それにしても、この人数で連合軍の先陣を切るとなると、かなり厳しいですね。伝え聞くところによると、董卓の軍勢は約20万、我ら連合軍で約15万。我らが20万の敵軍を全て受け止めるというわけではないが、はてさて。兵法の基本は敵よりも多くの兵を集めること、そして敵よりも多くの兵で対峙すること。この2点を連合は守っていませんから。ひなりは連合軍が負けると思ってるのか？負けるとは思いませんけど、でもシュリちゃんの言う通り苦戦するだろうなって。絶対苦戦するだろうね。だからこそ、私たちの軍が生き残るために全力を尽くさないと。そうだね、シュリちゃん、予想される戦場の状況を説明してくれるかな。はい。まず洛陽はご存知の通り、河南省西部に位置し、東に古老館、西に函谷関を備えた関王朝の王都です。ここは黄河の中流に位置し、渡河点ともなっています。また支流である洛河との分岐点にも当たるため、非常に水上交通の便の良いところです。そうです、今回私たちが進軍するに際し、道は2つあります。東から古老館を抜けて洛陽に向かうか、西から函谷関を抜けるかです。私たちのいる場所からだと、東から進軍した方が手っ取り早いかもしれないね。その場合は古老館を抜けることになりますね。難攻不落、絶対無敵、七転八倒古老館を抜くとなると、かなり厳しい戦いになりそうですね。それほど強大で凶悪な要塞だってことです。そんなところを抜けていくことなんてできるのかな。西の函谷関はどうなのだ？そちらの方が組みしやすいのならば、西から攻めるというのも手だと思うのだが。総大将を決めるのに手間取り、董卓さんに余計な時間を与えてしまった以上、これ以上時間を浪費するのは得策ではないと思います。時間を許せば今以上に防備を固めるだろうな。まったく厄介なことだ。両脇に崖がそびえ立ち、洛陽に向かう一本道にいくつかの堰が存在する。これほど防衛に向いた土地は他にないと言ってもいいほどの場所ですね。大小合わせて2桁はあります。だけどそのほとんどが連合軍の進軍を阻むほどではないと思います。注意すべきは2つの堰。
古老館と止水館、この二つこそ私たちの前に立ちはだかる難敵かと。敵軍の配備状況などはわかるのか？ご主人様と桃花様が軍議にいらっしゃっている間に前線に向けて石膏を放っておきましたから、おっつけ情報が集まるかと。おお、さすがシュリちゃん、頼りになる。とにかく今はできる限り情報を集めるのが肝要かと思います。うむ、情報がなければ作戦は決まらんからな。ならば主よ、今は雄を起こして出陣しようではありませんか。いつまでも暗い顔をしているのは全軍の士気に影響しますぞ。よい。うむ。よいです。はい。お兄ちゃん、ミミィはどうするのだ？待機してればいいんだね。じゃあミンミンはお兄ちゃんたちの護衛をしてればいいのか。任せるのだ。カリン様、炎章より落葉進行作戦の詳細が通達されました。そう、それで内容は？ロンズルに術がないというところですね。なんだそれは。それほど素晴らしい作戦をあの炎章が立てたとでも言うのか。そんなわけないでしょ。実際は逆ってところじゃないの。ご明察だ。実際これほどひどい作戦はアネジャでも立てんだろう。カリン様、これになります。ありがとう。おーしく勇ましく華麗に前進。シューラン、この紙にはそれだけしか書かれていないのだけれど。それが作戦ということなのでしょう。何よそれ。こんなのが作戦とでも言うの。作戦って言葉に対する冒涜よ、冒涜。それは分かっているが、私に言われても困るな。惜しく前進か。うん、良い言葉じゃないか。本気で言ってるのかしらそれ。いえ、冗談です。ならいいけど、もし本気で言ってたとしたら、二度と私に顔見せできないようにこの世から追放しているところよ。うん、すみません。これに懲りたら嘘か誠か分かりづらい冗談は慎むのだな、アネジャ。ところでカリン様、我らはどのように動きましょうか。基本方針に変更はないわ。この乱を利用して諸侯の軍事力を測る。
あわよくば我らの名を天下に示す、この2点よ。御意。では炎章の指示は無視し、我ら独自で動くことにいたしましょう。そうしましょう、ケイファ。進軍に関しての復案を示しなさい。御意。進軍地の配置によって幾通りか案はあります。シューラン、連合軍の各軍の配置はどうなっているの？まず炎章は総大将として中軍やや後方に構え、そこを本陣とするようだ。おお、後方に下がらんということか。炎章にしてはなかなか思い切った布陣だな。どこが思い切った布陣よ。前にも出ず、かといって後ろにもつかない、中途半端この上ないじゃない。これはケイファの言う通りだろうな。連合軍中一番の兵力を抱える炎章軍が陣の真ん中にいれば、各部隊の動きの邪魔になる。素直に先陣で玉砕するか、逆に後方で縮こまってくれていれば邪魔にならないものを。その空気の読めなさが炎章たるゆえんでしょうね。ところでシューラン、炎章軍の先陣は誰が取ると？炎章軍ではなく劉備の軍が先陣になったとのことです。劉備軍が？大丈夫なのか？劉備の持つ兵は連合の中で最も少ない。かなり厳しいだろうな。それならばなぜ先陣を取ったのだ？先陣の誉れに目がくらんだのか？あの本郷という男がそんな単純な考えをするかしら。何か思惑があると、もしくは何か事情があるということでしょうね。おそらく炎章の要請を断りきれなかったのでしょう。弱小の悲哀ですね。しかしこの難局を乗り切れなければ、カリン様の好敵手とはなりえんな。あら、シュンランにしてはいいことを言うわね。ああ、カリン様、してはというのはひどいです。まあいつものアネジャの発言から考えれば、そう言われるのも仕方なしだな。すねないの？すねてません。はいはい、イチャイチャするのはそこまでにしてくださいね。今は出陣前の大切な軍議の最中なんですから。あら、焼いてるのかしら？知りません。我が軍には天の弱が多いですな。可愛くていいじゃない。ええ、眼福至極。ではカリン様、我らは出陣の準備に取り掛かります。頼むわね、ケイファ。いつまでも拗ねてないで、作戦計画の立案を急ぎなさい。御意です。いい作戦を立てればネアで可愛がってあげるからね。御意です。アネジャもいつまでも拗ねてないで、準備に取り掛かるぞ。じー、分かっているわよ。あなたもちゃんと可愛がってあげるから。では確保現状、職務に戻ります。はい、頑張ってね。